こんにちは。日曜日はリボルバーサンリボです。今回は国際のスミス&ウェッソン M10 2インチご紹介したいと思います。これですね、時々ねゲストでは出てるんですけれども、単体ではねまだご紹介してなかったと思うんですよ。というのもね、箱とカートが見つからないということで、あのビニール袋に入れたままですね、いつもこの撮影している場所の後ろにはいたんですけれども、はい、もう今回待てないんでね、もうご紹介しちゃおうと。合わせてですね、国際の金属モデル、それとねメガヘビーウェイト世代のものですね、これこの辺りとね、で例によってダミーカートをねちょっといろいろと合わせてみようかななんていうふうに思っております。ちなみにですね、この金属モデルの方は、パッケージはねこういったもんですね。あれ逆だ、このメガヘビーウェイトね、まずね、これはパッケージはこういうやつですね。で取説がこういうものです。もちろんご紹介も済んでると思いますけれどもね、はい、こういうもんですね、はい。でこれ14年って書いてあるんで、多分ねこれはさすがに平成14年のことだと思うんでね、2014年にはもうねないですもんね、国際さんね。だから14年というと、だから2000年ぐらいのモデルですかね、はい、こいつはね。でこの金属モデルの方がですね、取説これなんですよね。これでいいのかな、これが入ってるんですけどもね。まあ国際のリボルバーに関しては取説間違ったりはしないと思うんですけれどもね、まあこんな感じのね、はい、取説が入ってて、これちょっと今パッと見て日付見つからないんでね、とりあえずまあこんなものです。これもね2000年ぐらいですかね、わからないな。箱はこれですね、はい。お値段がでもすごい安いんですよね、14,800円。ね、いい時代でしたね、はい。国際はね、火災の後もね、アリーさんでしたっけというとこが生産してくれて、随分リボルバーね、前にもお話ししましたけども、よく丸号さんでね、買ってましたね、はい。年に3回ぐらい買いに行ってましたかね、はい。で今回のこのモデルはね、これはあの中古で私購入したものですね。このねトリガーシュートね、はい、このグリップ、これが欲しくてね、とにかく木ぐり、はい、K フレームとかのね、木ぐりっていうのがね面白そうなのがついてるやつはね、結構オークションでね狙ってた時期がありましたね。正直本体は ABS ですんでね、それほど期待してなかったんですけれども、いや結局こうやって鑑賞するにはね、この、メタルメッキっていうんですかね、このメッキ系はいいですよね。メガヘビーウェイトは確かに重くて渋くていいんですけれども、やっぱ見た目がね、もうこれ本当若い時まではついこの間まで私こういうねマットの肌が好きだったんですけど、最近このねメッキの肌、あるいはテカテカの ABS の肌にねまた郷愁をそそられるようになってしまってるんですね。ちなみにねこれ、まあ、ABS って軽いよなんて申し上げましたけど、本当に軽いんでね、 380g しかないです。もうプラモデルみたいな感じですね。でインサートはですね、こういうインサートの頃ですね、はい、こういうやつです、はい。もうかなりね、だから、なんていうのかな、ずいぶん前のやつですね。それに比べるとね、このメガヘビーウェイトの方はねカート抜いてね、あこれ重量ね、628、このウェイトグリップもついてますんでね、これもあるんですけど、まあ、いずれにしてもまあ重いですよと。で金属の方はね、まあ、もちろん重いんでね、これどのぐらいね、金属モデルとは言いながら実銃とね重さ同じぐらいなのか、780もありますね、はい。スナブノーズでありながらね 800g 近くあるとね、絡みでね、やっぱさすがですね、はい。決してねこれ簡単にポケットに入れといたらね、ズルズルってこうズボンが下がっちゃいそうなぐらいのね重さはありますね。でこれはね同じですね、インサートここのね地帯ですよね、はい。だけどこれ中身見ていただくと、ファイアリングピンでね、シリンダーの中のファイアリングピンで発火する世代ですよね。でこいつも見てみるとね、でもこいつ微妙だなって感じなんですよね。ちょっとよくわからないんで、どっちで発火させるんだろうっていうことですね。でこちらになるとね、もうインサートね、シリンダーインサートこんな小さくなっちゃってて、
でこちらはもうねカート内発火式になってます。はい、カート内発火式っていうのはねやっぱりボルバーの世界でもある程度革命的というかですね、はい、ものすごい便利になりましたよね。結局、シリンダーの方とのクリアラその、火薬のね、ポジショニングっていうのは別にどうあったっていいわけなんで、そういう意味でねこういうようなただね円盤のインサートを入れれば済むっていうことで当然コストもね下がるでしょうしね。はい、これは造形見ていただければこのシリーズは結構大変ですよね。はい、なんてことをねふと考えてしまいました。ではね今日の主役これにどのカートだろうというとやっぱこのカートですかねって感じですね。これで果たして発火ができるんでしょうかっていうのはよくわからないんですけど、ちょっと私の方から見るとねよく見えないんですよ。見るとねファイアリングピンにも見えるしただのインサートにも見えるんですけれどもね。じゃあこのねはいカート内発火式のカートが入るかというとこれはまあ間違いなく入らないですね。こんな感じですね。はい、ということでこの辺まで、まあ、来ちゃってるということですね。はい、じゃあこれを遊ぶにはどうしたらいいんだということでね世の中にはね例によっていいダミーカートも最近はどんどん出てきてますんでね、まず、シーテックさんのね38のね、はい、空打ちダミーカート6発入りこれね弾頭部があると当たっちゃいますね。ダメですね。で弾頭部を抜いてみましょう。弾頭部を抜いちゃうとね寂しいことにねプライマーの部分がすっからかになっちゃうんですけど、これでしたらね十分にね入るでしょう。スパッいいですね。ぴったり入りましたね。いい感じに入ってます。キュッとね抜けるわけですね。これ入りましたね。シーテックさんの空打ちダミーカート OK と、あとはどうだろう、357まずいな。シーテックさんのねオールインワンね、例のあのトリプルキャッププラスワンカートってやつですね。これなんかいいかもしれないですね。寸も短いし、これが入ってくれて楽しめるとすごく嬉しいなあ。入りますね。バッチリ楽しめますね。これおすすめです。おすすめですって、まあ、おすすめしちゃいけないな。いいと思いました。いかがでございましょうか。はい、ね、この M10 ってこのエジェクションロッドが短いのもいいですよね。すごく可愛いですよね。いいですね。だから短いからここまでしか押せないっていうね。あ、いいですね。これ非常にいいですね。ということはこれは、カート内発火でもあるんで、これだったら発火も十分楽しめるということになりますね。はい、ということで、シーテックさんのねオールインワンカート、はい、各社対応って書いてあるのは、はい、各社共通っていうのは、偽りございませんでしたね、看板にね。ただねこれ残念ながらやっぱ短いカードだとねローダーにつけた時にね寸詰まりになっちゃうんでね、ちょっと寂しいものは寂しいものであるんですけどね。おお、よいしょ、ガチャッと、ほらもう こんなんなっちゃってね。はい、カパッと開いてねシャキッて入れてね、おっといい感じですね。はい、この子供の時こうカチャカチャ言うのが好きだったんですけど、年取るとなんかこれが精度の悪さの象徴みたいにも思えちゃってね、あんまりね、最近振ってないですけど久々に振ってみました。いい感じです。はい、サイズ的にもね、それとこのねグリップアダプターがね相まっていいですね。でこのね私いつも申し上げてる通り、このシマコ断面丸いねグリップ好きですよなんて言ってるんですけれどもね、これはねなんかいいな。ここのチェッカリングがグッと締まってねすごくいい感じに遊べています。はい、じゃあ他のカードどうでしょう。国際のねこれは357の方の短いカードですよね。これってこれとほらほぼサイズ一緒っていう感じですね。あ、一緒ですね。構造も一緒ということはこいつにこれが入る。すいませんね、なんかとっちらかっちゃってね。あ、いけますね。これいけます。この金属の、あら、ちょっと待って、金属の M10 にね、あれ、いけるんですけれどもなんか詰まりますよ。
なんで一発だけスコーンと入っちゃったの？入りますね、入りますね、入りますね。回しながらキュッと入りますね。なんか一箇所なんか今入んなかったですよね。あ、入りました。こんな感じでどうでしょう、このシルバーのシルエットね、悪くないですよね。シルバーのシルエットで見た目ですね。あ、これは結局ですから、この旧型のねカート結構使いでありますね。当然こっちにも入るんでしょうね。さっきね金色のねカートを入れましたからね、今度はこの銀色、あー、いい感じいい感じ。これは遊べる、これは遊べる、これがいい感じですね。いかがでしょうかね。この表面のねメッキ部分に映り込んでる姿がいいですね。グイ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 と、はい、バラバラバラっと OK です。これは遊べましたね。あと例えばね、この357のねケースだけっていうのもよくやりますけれども、あの38スペシャル、38スペシャルにあの357のカートを詰めてどうするんだって言うんですが、ケースを楽しみたいだけですんでね、はい、どうだろうな、微妙だな。うん、当たってますね。1ミリ程度無理かなって感じですね。これでも強引にね、ここに収めることはできると思いますけれども、ちょっとかわいそうですね。はい、ということで、まあ確実に遊べたのは CTEX のね、このオールインワンのやつですね。それとね、さすが国際のこのカートと、それと当然この、金属の M10 の方カートはもうもちろん、ただね、これ残念ながらね、底面のね刻印が全然ないんでね、やっぱ見た目がちょっと寂しいですね。はい、もう贅沢に慣れちゃいました我々ね失礼。あとはもう当然これも入らないですしね、ということになると、あとこんな戯れにはい、380ブリティッシュサービスのやつってな、あのエンフィールドのやつですよね、マルシンのね、エンフィールド用のやつのカートですけどね、今ふっと思ったが背の高さが似てないみたいな、ほらどうですか、なんかいかにも入りそうな感じするじゃないですか。あはい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 、おお、これ出しといてよかった、ほらバチッと入りましたよね。え、はい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 、閉まりますと。表から見たらでも何にもあのインサートがあるんで見えないですけれどもね、入りましたね。はい、普通にエジェクションもちょっと頼りないですけどできますね。はい、ということでね、なんとダークホースでしたね。はい、380のブリティッシュサービスね、これが入りました。おお、結構だから使えるカートはまだまだありますね。もちろん発火する気はないんですけれどもね、とりあえずなんかいろんなカートが使えると、こうなんかこのね、カートなしで今のところいるモデルがこう寂しそうにしてるんだけれども、こうやってねダミーカート詰めてやることができればね、遊んでやれるっていうことでね、これからもどんどんね遊んでやりたいなと思いますね。はい、当然こっちはやりたい放題ですね。はい、さっきのね38スペシャルの空打ちダミーカートなんかも入っちゃうんじゃないかな。今ねこうやって適当に並べてますけど、ここにある、並べてますけど後で分かんなくなるんですよね、一個ずつ見ていかなきゃなんないんですよ。あ、入りますね、ほらまだ余裕ありますよ、これ入った挙句に。あ、これは見た目正直いいな、かっこいいかもしれない。こうすればほれどうでしょう、うっすらとねブレッド部が見えるということで、これしっかり入りますね。でさらに、うん、他のそれより短いやつは絶対入るに決まってるんで、例えばこんなのなんかだとブレッド部がグレーなんで入るかなっていうことで、これも入るんじゃないかな。あ、入りますね。すごいな、やっぱりこのメガヘビーウェイト世代のやつはダミカ遊びにはぴったりの世代になるわけですね。まあ、それでもね、あ、
見た目もいいですね、これね。残念ながらね、こっちはそれはできないですからね。はい。まあ、もちろんね、このシリンダーのね、インサートが円盤になっちゃってるだけのやつで、前の方にぴったりついてくれてれば、いろんなカートは遊べるっていうのはあります。でもまあやっぱりね、この辺の世代ですね、こういうね、はい、あの、発火用のね、はい、こういうね、世代のインサートのやつですね。これも結局このブレッドに模したね、インサートでね、見た目雰囲気出そうというふうにね、当時は工夫されたというふうに思いますんで、まあ、この世代のモデルもね、はい、なんか見捨てることなく遊びたいななんて感じでね。結局ね、持ってるとね、こっち側からインサート見えたりしないんで、あんまり実は気にならないと。それよりも握り心地、横から見た絵、まあ、そんなところでね、やっぱリボルバーっていうのは楽しめますんでね。で、これだけ、まあ、いくつかのね、ダミーカートで装填廃墟できますから、これでね、はい、夜が更けるのも忘れてね、もう寝落ちするまでね、これで遊べるなというところですね。ということで、今週のサンリボはですね、国際の M10 ですね、特にこのね、はい、メッキモデルの世代ですよね。ちょうどこのメガヘビーウェイトと金属モデルの中間ぐらいの世代でしょうか。ちょっと自信ありません。むしろこの世代にね、近いようなところ、古いモデルですけれども、まあ、いくつかね、ちょっとね、パーツがついてたり、木繰りがついてたりする、この M10 の2インチ、ね、オールドモデルの方ですね、丸いね。はい、ご紹介させていただきました。ではまた。